なんと日本人ゲスト専用のフロアを作っていただいています。ホテルこの階、日本人の今回のゲストで貸し切りです。しかもエレベーターホールにはセキュリティフォージャパンゲスト、なんとセキュリティもつけてくれているみたいです。この階全体にありがたいですね。お部屋に着きました。おお、すごい。一人でこんなに広々としたベッドが使えるなんて。こんにちは。今インドネシアに来ています。初めてのインドネシア。今回はインドネシアのジャカルタで一番大きなファッションカーニバルがあって、そこに出演をさせていただくのと、さらにその後私インドネシアの子供向け施設のテーマソングも歌わせていただいている関係から、その子供施設に、行って、そこでももう一公演させていただくという、そんな素敵な機会をいただき、昨日日本から、インドネシアへ渡ってきました。で、この後そのファッションカーニバルのリハーサルが、夕方5時半かなからあるので、それに向けてちょっとメイクしたりもして準備をしていました。今回の旅、できるだけ Vlog 残したいなと思っているので、ぜひお付き合いください。はい、ということで今からリハーサル行ってきまないと。Malam ini kita kedatangan tamu spesial dari Jepang. Tepuk tangan semuanya. Nippon. Ini adalah Mizuki Chan. Nah, Mizuki Chan adalah. では振った方がいいよ、筆を。
Lalu kemudian ada Mizuki-san. はい、ということで、デイ3が終わりました。今日はプレセレモニーに参列させていただいたりとか、あとは日本人の出演者がその開会式の時にみんなの前で紹介されたりとか、なんかそういう感じで、まあちょっとセレモニーな一日でした。で、明日はいよいよ本番ということで、頑張って歌ってきます。お疲れ様です。Oh,
Mizuki. Yeah, I'm Mizuki. I'm a singer in Japan. Yes. Hi. She sang for the Technic Corman, bro. Yes. Well, I call my fans sobat online. Ah. Sobat means tomodachi. Oh yeah, yeah. Oh. Online tomodachi. Online tomodachi. Hello. Hello, Yuki. Hello. Thank you. Nice to meet you. Too. Thank you. Oh, finally meeting in Jember, East Java of Indonesia. How cool is that? はい、今日のビュッフェ夕飯です。だいぶ全体的に茶色いです。美味しくいただきます。
すごい綺麗。すっごい落ち着く感じです。普通に住める。あ、テレビも。ベッドが広い、贅沢。しかもここで明日は自然光を浴びながらメイクができそうです。こんばんは。現在インドネシアは8月6日の26時ですね。8月7日の2時って言った方がいいのかな。インドネシアの全てのスケジュールが今日終わって、ホテルにいます。で、今日はジャカルタで大きなショッピングモールの中にある江戸っ子っていう日本を楽しめる子ども向けの施設に行って歌ってきました。で、実はね、そちらの江戸っ子のテーマソングも歌わせていただいていて、で、そこにねよく行く子どもたちは結構その曲親しんで、踊ったり、歌ったりしてくれているらしくって、今日私が歌いに行ってもすごく喜んでくれて、無邪気にはしゃいでくれて、もうすごい歓迎を受けて本当に嬉しかったです。なんて言うんですかね、今回まあ本当毎日ドタバタでインドネシアに来る前からも歌の練習とか、いろいろ準備とか考えることとか、ドタバタな、数週間を過ごしていたんですけれども、なんか本当に来てよかったなって、こんな機会をいただいて、なんて恵まれた幸せ者なんだろうなって今しみじみ感じています今回一緒に数日間回らせていただいていたメンバーとも本当に心の距離も深まって、さらにお互いのことをたくさん知ることができて、このメンバーでねまたなんかこう海外で、お仕事とかなんかこう活動できることを作って、またどこか旅をしながらなんか巡りたいなとも思ったし、きっとまたいつかどこか行こうねってお話をしていました。もう全ての出会いに感謝感謝で、インドネシア初めて今回訪れたんですけど、もう人と人との距離感が日本では考えられないぐらい近くって、人懐っこいフレンドリーな方々ばかりで、子供から大人までみんなそうで、でとても日本のことを好きでいてくれている方々が本当に多くって驚きました。インドネシアでまた必ず何かしらの活動を再びできるように頑張っていきたいなとも思ったし、なんかこれからもっともっと頑張っていけそうですなんかたったの数日間だったんですけど、得たもの本当に多くって、なんかこう自分自身の内面とかも全てこう一回り大きくなって帰れる気がしていますいや本当に今回
応援してくれていたファンの皆さんにも感謝しています。初めて立つ海外のステージで、しかもすごく大きな、ステージだったので、みんなが SNS とかそういったところでもすごく応援してくれて、なんかめちゃくちゃ心強くいられました。ありがとうございます。素敵な数日間でした。それでは今回の Vlog こんな感じで締めさせていただこうと思います。本当にありがとうございました。素敵な思い出に感謝です。みずきでした。バイバーイ。